ヤッホーとまるです。はい、今回はね、前回の GU とエヴァのコラボの通販の方で買ったやつをね、紹介したいと思います。はい、もうね、届いたんだ。次の日に届いたの。すごくない？早いよね、今の時代で。抽選だか先着だかわかんないんですけど、1000名様限定でネルフのね、トートバッグ、これね、これが入ってるらしくて、ちょっとね、入ってて欲しいんだけど、とりあえずね、開けていきたいと思います。私もまだ開けてないからわかんないんだよね。先着順だったのかな。私先着順かなって思って、めっちゃね、スピーディーに購入したんですよ。これ、え、めっちゃ良くない？やったー、入ってた、イエーイ。いいね、ネルフ、嬉しい、やったー、ゲー。いや、今回私がネットで買ったエヴァとのコラボ服は、あの大型店舗とオンラインショップ限定のをね、買いました。朝5時にネットでポチったんですけど、もともとその後10時から実際に店舗行って買うつもりだったんで、ネットと大型店舗限定のやつしか買ってないです。はい、ってことでね、まあ一個一個見ていきたいと思います。まずこれね、キャミワンピみたいなやつ、よいしょ、これですね。2490円でワンピースなんだけど、あ、結構ロング丈だね、思ったより。あ、よかった、短かったら着れないなって思って。見て、これ柄がね、よく見るとね、カオルくんとかエヴァとかが書いてあって、ほら、エヴァ柄なんですよ。いいですね。あ、ちゃんとなんか裏地もついてていい感じですね。次、これじゃらん、2号機のね、トートバッグ。そう、これ絶対欲しくて。ほら、え、なにこれ、すごいしっかりしてんじゃん。あ、なんかでも持ちにくいね、すごい。1990円プラス税です。こんなの後ろは何も書いてない。で、これもう誰が見てもエヴァだよね。で、中がね、こんな感じ、わかるかな、ちゃんと金具がついてて、ピタッとね、中のがこぼれないようにできるのは嬉しいですね。で、ちゃんとなんか小分けポケットもついてる、ここに。うん、いいね、いい感じですね。で、あとね、あ、そう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 、これじゃらん、スウェット、これ1490円なの、めっちゃ安くない？エンジェルアタックって書いてあって、横にね、サキエルが乗ってる。これ黒と赤と白があったんですけど、私ね、黒のこのスウェットって持ってないから、とりあえず黒買って。でもやっぱアスカ推しだからさ、赤も買ったんだよね、はい、赤はこれですね。こんな、これさ、サイズ感わかんなくて悩んだんだけど、とりあえず M が一番外さないかなって思って M を買ったんですけど、これ XL とかでも良かったかもね、逆に。ダボっと着るには、うん。ってことでね、この4点ゲットしたんで、早速これもね、着てみたいと思います。せーの、はーい、こんな感じだね。うん、なんか普通にいいね、安いし。ちょっとなんか薄手だからさ、これからの時期にもいいんじゃない。うん、可愛くない？でもちょっとね、短いんだよね、やっぱり。ほら、サイズ M サイズで、このなんだろう、腰骨ちょっとしたあたりの長さだから、うん、ちょっと短いね。これがまず黒で、普
通になんか使いやすいね、黒やっぱり、はい、普通に使うと思う。で次赤、はい、赤です。まあ見りゃわかるよね。こんなん若干ちょっとオレンジがかった赤なんだよね。ほらオレンジっぽくも見えるよね、こんな感じ。うん、私的にね黒の方が好きかも。でもまあアスカカラーだからね、ゲットしました。イエーイ。このワンピースさ、この上から着ちゃっていいかな。横ファスナーとかもないんだね、かぶるやつが。本当にはーい。ちょっとダメだねこれ、イメージが湧きにくい。どうしよう、まあいっか。はい、こんな感じですね。なんか結構長いんだけど、これロングワンピだね本当に。なんか思ったよりね可愛かったこれ。でもスウェット着ても結構余裕あるから、 M サイズ結構大きいかも、もしかしたら。でも可愛いね、普通になんか T シャツとかと合わせて夏に着れそうですね。さすがにねこの組み合わせで外は行かないよ、もちろん。おかしいでしょ。 GU 安いからさついつい買っちゃうんだけど、結果的にさ結構すごいお金使ったなって思ったんだけど、まあいいよねコラボだし。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お待たせ。どうする友達こんな格好できたら。むしろこれアスカっていうより2号機だよね。